皆さんこんにちは、みさきです。今日はインプラントとブリッジの利点と欠点についてお話ししていきたいと思います。私はアメリカのワシントン州で歯科衛生士として働いています。もちろん患者さんでインプラントとブリッジのある患者さんがいて、でクリーニングとかもしてきましたし、私自身自分の口の中にブリッジがあるんですね。なのである程度そのブリッジとインプラントのケアとかメンテナンスについては知っているつもりです。でなんで今日このテーマをすることになったかっていうと、先日ですねこんなメッセージをいただいたんです。まゆさんですね。みさきさんこんにちは。すごく嬉しいコメント で最後の方にですね、もし可能であればインプラントとブリッジの利点欠点などを簡単に説明できる英会話動画をアップしていただけると助かります。ということで、今日はそのリクエストにお答えして、動画を作っていこうかなと思います。インプラントとブリッジって空いたスペースを埋めるという目的は一緒なんですけど、その周りの歯への影響だったりとか、あと患者さんの年齢とか骨があとどのぐらい残っているかとかですね、その口の周りにね、でそういうことも関係してくるので、いろんな要因が重なって、選択すると思うんですよ。なのでその患者さんにそのそれぞれに合った選択肢がねできるように、うまく私たちが説明するっていうのは私たちの義務じゃないかなと思っています。なので素敵なリクエストをくださったまゆさんに感謝して、今日はその動画をですね撮っていきたいと思います。英語にまとめてたんですけど、ものすごい長くって、インプラントの欠点利点で、ブリッジの欠点利点ってまとめてたらすっごい長くって、これ多分一つの動画でやると30分ぐらいかかっちゃうと思ったんですよね。で結構それ見てるのしんどいじゃないですか。なので今回は2つに分けようと思います。で今回はインプラントの欠点と利点をですねお話しして、で次回は、ブリッジの利点と欠点をお話ししていこうと思います。では早速ですね、インプラントの、プラス利点からですねお話しします。They can last a lifetime with great oral hygiene and they look very natural. They can last a lifetime with great oral hygieneAnd they look very natural. Because implants stand on its own support, it helps to protect surrounding tooth. Because implants stand on its own support, it helps to protect surrounding tooth. The implant can stop the bone loss process because the body believes it is an actual tooth. The implant can stop the bone loss process because the body believes it is an actual tooth.Cons, 欠点ですね。 Dental implants are titanium post which is surgically inserted into the jawbone. Dental implants are titanium post which is surgically inserted into the jawbone. Bone heals slowly that it could take up to months to complete the procedure. Bone heals slowly that it could take up to months to complete the procedure.Implants cost more than getting a dental bridge. Implants cost more than getting a dental bridge. それではちょっと詳しくですね、説明していきたいと思います。They can last a lifetime with great oral hygiene and they look very natural. そう、これインプラントのすごいいいところですよね。ブリッジだと、その空いたスペースのその歯がないところですね。歯がないところの骨がだんだん溶け出してくるんですよね。サポートがいらなくなってくるので、なので、そのブリッジの下にですね隙間が空いて見えたりとかですね、ちょっとねナチュラルじゃない見え方になってしまうこともあるんですよね。奥の歯だったらねそこまで気にならないかもしれないんですけど、それでインプラントだと一つの歯として立ってられるので、すっごいナチュラルな感じですし、色とかももちろん他の歯と合わせられますし、すごく持ちがいいんですよね。メンテナンスもブリッジよりさほどそこまで手がかからないっていうのも、ポイントじゃないかなと思います。 Because implants stand on its own support, it helps to protect surrounding tooth. これはですね、ブリッジっていうのは、ここに歯がないスペースがありますよね。で、この歯とこの歯がね普通にあって、で、その歯をこう削って、で、そこに橋をかけるみたいな、本当にこうブリッジをかけるんですよね。クラウンをするときみたいに結構削らないといけないので、もしね、こことここに虫歯がなかった、そのままのね、ナチュラルなね、綺麗な歯を削ってるとすると、なんかちょっともったいないなっていう気になりますよね。ブリッジをした後もですね、噛み合わせのときに、こう、いつもこうやってね、ここに負荷がかかるわけ
けで、でそうすると、まあ、こっちのね少なからずこの2つにもこう負荷がかかってきますから、だから周りの歯にもちょっと影響を与えるということですね。 The implant can stop the bone loss process because the body believes it is an actual tooth。 これも結構ね大事なところで、ブリッジだと真ん中の歯がない状態ですよね。でブリッジをかけてももう偽物歯がここにあるんですけど、で根元がつながってないですよね。なので何もないからもう骨いらないんだなってこう体がこう思ってしまって、だんだんそこの骨がこう溶け出してくるんですよね。インプラントだとポストって呼ぶんですけど、そのポストをここに骨にこうドリルでこうグイーンって入れるんですよね。そうするとこう体が、あ、まだ歯があるんだと思って、骨がまだねそんなになくなっていかないってことですね。なのでその点もインプラントはすごいいいと思います。次はコーンズ欠点いきたいと思います。 Dental implants are titanium post which is surgically inserted into the jawbone。 やっぱりインプラントの一番の欠点は手術をしないといけないっていうことですよね。やっぱそこでちょっとおじけづくみたいな人いると思うんですけど、そのチタンでできたポストですね、その根元の代わりになるやつを、骨の中にこう入れ込まないといけないんですよね。だからこうドリルでガーッとやって、そこにチタンのポストを立てるっていう手術をしないといけないです。やっぱり手術をするってなると、まあ、どんな手術でもそうだと思うんですけど、まあね、リスクがありますよね。感染のリスクがあるので、まあね、その点においても気をつけないといけないかなと思います。Bone heal slowly that it could take up to months to complete the procedure。だからやっぱり手術をすることによって、すっごい長いんですよね。期間がすごく長くかかるんですよ。で患者さんの年齢とか治癒力っていうんですかね、治癒能力によって、そのドリルでねこうチタンのポストを入れられたところがどれだけ早くこう治るか、クラウンをこうかぶせられる状態にのところまで行けるかっていうのは本当に人それぞれによって違うんですよ。で最短で多分3ヶ月で、大体ねもう本当にそれ以上かかると思っていた方がいいですね。Implants cost more than getting a dental bridge。 インプラントってブリッジよりも大抵高いですよね。でアメリカだとまあ幅がね結構あるんですけど、$3,000 から $4,500なので、まあ大体30万から45万ぐらい1本でですねします。日本だとどのぐらいかかるんでしょうか、知ってる方ぜひ教えてください。ブリッジだと多分その半分ぐらいじゃないかなと思うんですよね。大体まあ$15,500ぐらいでも、そのブリッジのその長さとかですね、どのぐらいその3つつながったブリッジだったり5つつながったブリッジだったり、それによってもですね値段が変わってきますよね。なので結構まあそれも幅があると思ってった方がいいですが、でもまあインプラントよりはやっぱねすぐ終わる分手術とかもしなくていいので、かかるコストも少なくなります。はい、というわけで今日はインプラントの欠点と利点をお話ししましたけれども、いかがだったでしょうか。何か知らなかった情報があるといいなと思ってるんですが、私のチャンネルではこんな風にお口の健康についてですね、いろいろと情報発信していますので、もし応援していただける方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あと私の動画をですねシェアしていただけると嬉しいです。というわけで次回はブリッジの欠点と利点についてですねお話ししていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。